じゃん。今日暑いよね。さっき外出て暑すぎてびっくりしためちゃくちゃ暑かった。外出ないでね暑いからってこと？もう出たんだよさっき外。出ないでね出たよ今日。暑いな。30分ぐらいで帰ってきたけど、3、40分ぐらいで、ね、いらない。何歳ですか？20歳です。20歳。最初そう、4時なんか買いたいもの買ってすぐ帰ってきた。暑くなくってもこんな感じだけど、いつもそんなずっと外出てない、用事ない時、用事終わったらすぐ帰ってくる一番くじ、一番くじじゃない、一番くじ買ってないよ最近。コギャユンの10月に出るっけ、それまでは買わないかな。あ、でもあれもあるか、キャラクター大賞が9月とかだっけ。いつもコギャユンのやつがやってあるかな。キャラクター大賞が先か。最後になんかキャラクター大賞じゃないわ、あの最後に一番くじ引いたのあれか、プティちゃんのやつか。サンリオだったらいつかわかんない。そんな番組可愛かった。あれか、あ最近聞いたよね、見ました、皆さん。あ、初めてさ生ガキ食べた。めちゃくちゃ美味しいね。もうき、カキフライはあったのよ食べたこと。そう、それをねお母さんに話したらね、初めて生ガキ食べたんだって言ってたらさ、あのお母さん、うちのお母さんが生ガキ好きじゃないらしくて、でもカキフライは好きみたいな。だからさ。だから生ガキ食べたことなかったもんねって言われて、あ、そういうことだったのかと思ってお母さんがその生ガキ好きじゃないから買わないから、だから食べたことなかったらしいだからかって話してた。お母さんは好きじゃないって、カキフライは好きだけど生ガキ、
かピアスはいつもつけてるよ。今日だけじゃない。制服ピンクすぎた。えね、ちょっともっと見たとき衣装私とズンちゃん、私とズンちゃんが一緒でみたいな。ニーニーでみんなめっちゃピンクだなと思ったけど可愛い。そう、お母さんは生ガキ好きじゃないらしいそう、初めて生ガキ食べたっていうのを言ったらお母さんに。でもね、めっちゃ美味しかった。あれみんなさ、生ガキの食べたら感想すぐクリーミーみたいな言うじゃん。なんか分かんなくて、食べたことないから今まで。やっと意味が分かった、それのめっちゃ美味しかったよ。また食べたい。あれから食べてない。甘い。きのこが好きって言ってたよね、生牡蠣。なんか前にね、生牡蠣のお店行こうよって言ってくれたんだけど、行ってなくって。今度連れてってもらおうかな。生牡蠣食べれるの分かったから。かき氷食べてないで、好きじゃないから前ね、そう前ひなこが前ショールームでさ行ってたじゃん、生牡蠣。あの5月4月のさ、いつのレストコンサートの時、春コント時に一緒にひなことやった初老の時言ってたけど、その前から言ってくれてたのよ、今度行こうよってえ、いいよとは言ってたんだけど、私が生ガキ食べたことないって言ってた。食べて、食べられるの分かったから早く連れて行ってもらおうお店どこにあるのかそれ知らないけどめっちゃ美味しかった。めっちゃ大きかった、もう大きい。何時まで配信？今日ちょっと長くする。何時？2時間半じゃないわ、間違えた。2時間ぐらいする、間違えた。4時半、4時半ぐらいまでしようか。2時間ぐらい、4時半になったらランキング見ます。16時半にランキング。カキフライにはタルタル派ですか？カキフライはタルタルもいいし、ケチャップもいいし、マヨネーズもいい。選べない。お母さんがね、家で食べるときさ、タルタル、家で食べるときはマヨネーズかケチャップかなんだけど、うちのお母さんはカキフライは食べれるんだけど、そのマヨネーズが苦手で、マヨネーズ苦手だからタルタルも無理でだからいつもケチャップで食べてるのね。だからお母さんがケチャップで食べるから、え、何も違和感感じない。うん、ずっとそれだから、ちっちゃい頃から。あ、ソース、確かにソースもありだね。ソースで食べたりもする。忘れてたわ、最近食べてないカキフライ。でもカキフライ好きだよ。そう、お母さんもケチャップだね。マヨネーズが嫌いだから、うちのお母さん。でもカキフライは好き、食べれるみたいな、好き。生牡蠣は嫌いだけど、カキフライは好き。でもマヨネーズが嫌いだから、マヨネーズもタルタルソースもつけなくってケチャップえ、でもそもそも家にタルタルソースないんだけど、お母さんマヨネーズ嫌いなんだよね。だからさ、たまにね、卵サラダ作ってくれるんだけど、卵サラダってマヨネーズが入ってるじゃん。だからお母さんが作って、毎回私が味見しながら
どうこのぐらいで味みたいなお母さんが聞いてくるもうちょっとこれみたいな足したらいいんじゃないとか言って味見する係、お母さん食べれないからマヨネーズ嫌いで。いつも私が味見係。大分にさ、なんかあるんだよね、そのなんかさ、牡蠣食べれるところ。どこだっけ？どこだっけあれ？なんかあるの。見たことないんだよね。どこだっけな、中津？全然違うかも。ちょっと忘れちゃった。どっかにあるんだよね、大分に。牡蠣小屋、牡蠣小屋じゃないけど、なんかそういうさ、海鮮のいろいろ食べれるところ、バーベキューみたいな感じで、海鮮バーベキューあるの、食べれるところが。どこか忘れちゃったけど、なんて名前かも忘れちゃった。どこだっけ、ああ、キツキだ、キツキテラス、これなんかちょっとおしゃれな感じで俺食べるところがあって気になってはいるけど行ったことない。全然違った、中津じゃなかった、キツキだった。キツキはあれだね、柑橘系とかも有名か、みかんとかじゃないっけ、キツキみかん有名なんですね。意外とあるね、牡蠣小屋って調べたらさ、意外と出てくる。でもこのキツキテラスってところいつか行ってみたいんだよね。なんかおしゃれな牡蠣小屋って感じと大分にあるやつ。写真見てみよう。美味しそう、美味しそう。牡蠣、もう牡蠣美味しいの知っちゃったからさ、また食べたいんだけど美味しいの知っちゃったから、うん、いつか行こう、ここ行き着いてるすいつか大分にある牡蠣小屋。今日は夜配信なしです。明日ももしかしたらできないかもなんだよね。明日も今日ぐらいにももしかしたらやってるかも。明日もお昼ぐらいでやってるかも。今日より早いか今日ぐらいか余る人は余る、ね、全然サンド当たっても食べたいよねえ、でもさ、そう、牡蠣さ当たるって言うじゃん、ちょっとそれが怖いよね今回は 何にもなかったけど当たるみたいなね、それが怖い。夜も配信してください。夜できる時またするね、普通にできる日もある。明日はできないかも。明日、今日、明日は牡蠣にハマりそう。え、もうハマってるね。美味しかった、めちゃくちゃ美味しかった。初めて食べた、あれ本当、牡蠣クジスケジュール空いてる時にした方がいい、食べ行くの牡蠣いや今度ひなこに連れてってもらおう。前ひなこがさ言ってたお店、なんか言ってたんだよね、牡蠣なんか、そう、連れてってあげるよみたいな言ってたから連れてってもらおう。ずっと忘れてたわ、それ日の方に言おうと思っててさロケ行った時から思ってたんだけど、
あったんだけど、その後忘れてたわ言うの言っとこう連れてってもらうわちゃんと忘れてた。なんか当たったことないんじゃない？多分そこまでそんなになんかたくさん食べたことはないはずだ。ひなこも何回かあるレベルじゃな い, なんじゃない。かき食べたすぎるでしょ。ひなこ驚きそう。いやでもかき1個しか食べてないんだもん。その1回だけだもん。のがきこの間のロケで食べただけだから食べたいじゃん。そんなの美味しかったんだもん。本当に美味しかったのなんかあのお店いろいろあって、なんかカニ味噌のグラタン、カニのさ甲羅に、まあ、グラタン入っててそれ焼いて食べれる。それも美味しそうだったし、あと牡蠣のグラタンもあったしね。グラタンが美味しそうだった。迷ったんだけどね、食べなかったとホタテとかも美味しそうだった。全部美味しそうだったけど一番生牡蠣食べてみたくって食べた。全部食べろ。いやね、言うほど時間がなかったんだよね。だから仕方ない。そうそうだった。また行きたいね、お笑い。いやまだ放送もあるんで楽しみにしててください。続き何かまたああいうとこ行きたい。ああいうさ、なんかいろんな海鮮食べれるところ楽しかったそう、あ築地、築地があんな感じ。あんま知らないんだよな、初めて行ったからさ。ああいうかき小屋みたいなとこ、アシカ、アシカあれ誰するってなって私になっちゃったんだよないや私になると思ってなかったからびっくりしたまあまあ圧強かったね立候補なわけないじゃんそんなわけないじゃん立候補じゃないよ。誰になる、誰にするってなって、京香ちゃんって言って、えってなって私と思ってなんか私になっちゃった言うの忘れないんですよ。牡蠣忘れてたわ。今思い出した。それ話してて。こ牡蠣の時期っていつ？ない時期とかあるかも。なんかシールもらったんだよね。それさ、牡蠣じゃないわ。確か。どこ直したっけな、私どっかに直したんだよね嘘でしょ、私どっかなんかシールもらって、どっかに直した
私かな。そう、シールをもらったんだよ。どこやったっけ。どっかに直したんだけどな。私かのシール、ちょっと記憶が記憶はどこに直したか覚えてないな。このファイルかな。よしかのシール、いや見せたかったんだけどな。どこに直したか忘れちゃった。私リュック入れなかったっけ。じゃなかったらどこ。ちょっとわかんない。あ、影の時期、秋から冬、秋から冬、これからじゃん。その時期に連れてってもらう、きなこに。ちょっとさ、シールどっかやった。よいしょ。でもね、絶対にね、どっかにあるの。記憶はないんだけど、どこに直したか。よいしょ。どっかに直したんだよな。怖い、自分がどこにあったの。え、見つけたい。シールどこ。本当にどこやったっけ。消えた。でも、なんかファイルの中にしまった記憶があったの。でもファイルの中に入ってないんだよね。私が直す場所ここぐらいしかないんだけど、シールとかさ。絶対その時ファイル持ってたと思うよ。ないわ。いや、置き忘れたないね。だってどっかしまったんだよね。
どこやったかわかんない。シール、アシカのシール、どこやったっけ。これじゃないでしょ。ちょっとまた見つけたら見せる。本当にどっか行っちゃった。いやでもね、絶対に捨ててもないし置いて帰ってもないの。絶対に持って帰ったの。でもどこに直したか覚えてないんだよね。私絶対に持って帰ったもん。家で見たもん、そのシールを。で捨てるはずないし。どこ行ったか分かんない。出てこない。どこ話したっけ。どこ。また見つけてるわ。ちょっと見つかんない気がしてきたから、いいや、また見つける。どこ行ったか分かんなかった。ってた、それ片付けた時酔ってはないけど、多分あれだね、あの多分眠くってね、あんま覚えてないんだよなその時。だから話したか、めっちゃ眠かった、それは覚えてる。また見つけたらリップ濃いな、またしたら。また見つけたら見せます。カバンの中にファイルが、そのカバンの中にあるファイルに入れたと思って見たんだけど、なかったんだよね。なかったんだよね、さっき見たんだけど。このファイルしかここらあたりがなかったんですけど、なかったんだよね。本当にどこにやっちゃったのか、私よく物なくすんだよな、スマホとか。どこ行ったか分かんない。いや出てきたらちょっと見つけたら見せる。絶対にあるから、どっかに家の。直したというのは、あ、直したともあれだね、西日本だね。西日本でいう、関西も言うね、直したって。片付ける。直す。西日本。風船ですがバチバチにしてる。さっき外出たんだけど、ちゃんと日焼け止めもあったし、日傘もさしていた、ちゃんと。よし、白出てきたら見せますね。次の週もかな、多分。そうだよね、きっと。そんな一回開けてとか やんないよね。また続き放送すると思うので、ぜひ見てください。目が少し風邪気味ですか。え、鼻声ってこと。え、普通じゃない、あれ普通かと思ってた。多分いつも通り。
私が気づいてないだけ。そんなことある。味噌とかない？あ、よかった。ヒラ暑いのは仕方ないけど、夜も暑いのは嫌だ。え、ヒラ暑いのも嫌だよ。ヒラ暑いのも嫌。夏嫌だ。早く涼しくなってくんないかな。まだ、まだ終わんないけど夏。早く涼しくなってほしい。まだ8月始まってもない？そんなこと言わないでよ。まだ長いだなんて。嫌だよ。ちょっと時間あるし、エペでもしようかな。右肩の糸くす？右肩？あ、なんだこれ。糸ついてる。いつの間に。ありがとう、教えてくれて。気づかなかったわ。昼なし、なに、汁なし担々麺。汁なし担々麺いいね。私食べたことないんだよね、汁なし担々麺。担々麺、担々麺もない。食べたい。で、私ね、油そば食べたいんだよね。お店一回だけ食べたことあるんだけど、普通のラーメン屋さんで油そばじゃなくって、普通のさ、油そばのお店に行って油そば食べたいの。ルビーバグってる？エペ？まだわかんない、開けてない。ん？更新ファイルが破損しています。どうした？ちょっと待って、なんかちょっとおかしいぞ今。そう、油そば、油そばのお店の油そば食べたい。ラーメン屋さんの油そば、なんかさ、ラーメン屋さんでも売ってるじゃん。じゃなくて、油そば屋さんに行って油そば食べた。行ったことないんだよね。あ、広げてる。何、アプデあったのこれ。なんかダウンロードみたいなの書いてあった。雲の糸じゃない、なんか普通に糸。普通の糸。数週間ぐらい初期からしか使えない状態になってる。え、マジで？それやばいな。それはそのバグはやだな。元祖油との油そばが一番うまい。どこ、あ、え、なんか変わってるんだけど後ろ。え、なにこれ。キルコードのやつ。トラックを使う全てのルートトリオのマッチでは、マッチが始まるとすぐにノードトラッカーがサバイバルスロットにスポーンします。どういうこと？それを活用してマップ上の指定されたエリアに移動しましょう。よくわかんない。そんなにアップロード指定されたエリアに侵入すると、ハモンドのサーバーをハッキングするコードのアップロードが始まり、クリプトとレジェンドたちが邪悪な計画を暴く足がかりとなります。申し訳ない。アップロードが完了すると、無料のルートティックとロビンの報酬ショップでスキンやバナーフレームなどの購入使えるコンピュートノードを受け取れます。何これ、新しいやつ？何これ？
キルコード、なんか新しいのやってる、よくわかんないわ。報酬がもらえるし、でも報酬欲しいな報酬欲しいな、これ一回やってみるか。これでもさ、なんか仲間いるとかわいそうだよね。これなんか報酬のやつ、仲間報酬なしで、リオの仲間補充なし、チェック外して、これやろうか。え、デュオもいける、うん、いけるいける。ちょっと報酬、報酬もらいによくわかんないけどやってみろ。もう一回読む。トラッカー、間違いない、さすがにノードトラッカーがサバイバルスロットにスポンします。それ加算してマップ上の生成、やってみたらわかるかな。エリアに入ったらプロとかしまって、クリプトとレジェンドジュルルジャークの計画、クリプロードが完了するとプロードが完了すると星もらえる。一回やってみるか。あ、そう、もう一回同じの出た、よくわかんなかったでマッチしないんだけど、95人いる。これ何人デュオって二重舞台じゃないの遅い。気がしないがもらえるものはもらわせたら、そんなのそうでしょもらえるものもらってないね。なんかマッチしないんだけど、よいしょよいしょ、あ、なんかこれ結構しないといけない感じかな。よいしょよいしょ、これ欲しいな。これなんだ、カービンのスキン欲しい。え、これも可愛い。この、いや、なんだこれ。チャーム？全然マッチしないんだけど。また今度しようかな、これ。一回解除して、もう一回。あるんだよね、たまにマッチしないやつ、バグみたいな感じで。マッチしない、もうランクにしようかなもういいや、諦めた、ランクにしましたマッチしないんだもん。いいわ、また今度やろこれ。でもこの今シーズン中だから、このキルコードのやつ今シーズン中にやろう。このカービンのやつ欲しい、カービンのスキン、このカービンのスキンは5000。つうか、ではまたトリオの街でノードトラッカーを使用し、1日最大5回かコンピュートノードを獲得しよう。ミッションのコンピュートノードはイベント終了時に没収されます。コンピュートノードを使ってローマのレイディアントレイバーなどの報酬受け取ろう。お待ちしたわ。お待ちした、ランクです、ランク。さっきの集めるやつじゃない
待ってる間にカヌレ、カヌレ作れない、もっと時間いるよ。無理無理。あ、これもあの、え、N 角とさ、デジスコクラフトじゃん。クラフトしたいのこれ。N 角、デジスコ欲しい。あ、でも私あれか、ロング持つのか。でもデジスコ欲しいな。ボルトにつけようか。クラフト。チャラいあったらチャラい。あ、テロップ書いてなかった、書こう。エピックスするって書くか。アイスも集めるけど、ああアイス集めて。ちょ、いかん、これでエピックスする、アイス集めて。ちょっと両方書いとくわ。いいか。ちょっと時間がなかった、これでいいか。メックの方は何プレイしてるとか分かるよ。右上に出てる20部隊の59だから、どっか2人だなこれ。よいしょ。どこ行くんだ。ワンパ切ってるかな。1だな。リボーション、おチャラ、チャラいあったよ。チャラい手に入れた。なんかでもボルト欲しいよね。バッグも欲しい。バッグがない。バッグ、バッグどこにもないじゃん。どこにいる敵。あ、なんか撃たれてない？気のせいか。100m そう、 100m 離れた位置の敵をキルするっていうねやつがあるから。あ、プラウラあるな。いやでもボルトが欲しいんだよな私。ボルトいいや。プラウラ、リボのとこ48チャーラにしようかな。あ、でも48アシストつかないんだっけ。もういいか。3倍がないから。うん、あーまあ、めっちゃ強いじゃん。紫オン敵いる？紫アーマーが欲しいよ。ちょっと待って。え、そこなの？洞窟か。ちょっとめんどくさいな。ここにいるな。うん、チャラい、当たんない。
てたい当てたい、これこれ当てたい、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 当たんない、ダメだこれ、チャラ当たんないよ、ちょっと仲間がちょっとやばそう、これ屋上取られてんのか、やばい、ちょっとこれめんどくさいな、屋上いるのちょっとめんどくさくない、ちょっと屋上取られてるんやねこれ今、ナイス、え全然当たらんないけど、びっくりするぐらい当たらん、ナイスねえねえやばいねえ、6060ダメ、弱すぎでしょ私、あそれもらおう、ねえ弱すぎる私が、誰もボルト持ってないな、ね、ちょ、あ間違って当たっちゃったこれあのなんだっけ、あのワットソンのフェンス、全然目の前にあったのになんか当たっちゃった、何やってんだ私、ちょっとさ紫アーマー取り行ってこよう、ねえディボーションも苦手なんだよね、全く当たんなくてびっくりした、さネメシスあるな、ネメシスもどうかな、え紫山なかったっけ、金、あ紫山、ネメシスのやつはちょっと無理、このボルトじゃない、ディボーション、どうする、うん、こっち行くのか、赤アーマーは落ちてないね、赤アーマーは育てないとならない、紫と金までしか落ちてないレベル、赤は自分でやるか赤アーマーの敵を倒して赤アーマーをもらうかしかない、ちょっとヘビーじゃないね、エネアもエネルギーもこれ持つか、エネアもあんまないんだよな、ブルト使いたいんだけど仲間がどんどん進むから使えない、よし、あ間違った、あ間違ってピン刺しちゃった、あげないのにピン刺しちゃった、仲間バッグ欲しい、バッグ作っていいかな、ちょっとダメージやばいな、60ダメってなんだよ、バッグ作る、やばい、なんか撃たれてる気がする、あなんか間違えてさ作っちゃった先に、
と思って、いや起こす、はい、あ、ボルトあるわ、ボルトにもしよう、捨てる、どこ敵、めっちゃ撃たれてるやん、うーん、うーん、ゼロ、なんでこんな当たんないの、48って見づらいね、いるね、え、これ何、これデコイかも、ああ、ちょっと むずいね、チャラってこんな難しかったっけ、48使いづらい、あー、いい、あ、全然当たんない、そこにいるんだよな、ダメだダメだ、全然見えない、2倍チャラにしようかな、48ちょっと苦手だ、でこいか、あれ、いや、これ逆に遠い、遠いとダメだな、これ、ちょっと難しい、チャラ苦手かもしれないわ、まだ81ダメ、弱すぎ、仲間についていく、あれ、私レーザーサイト捨てちゃったか、なんか消えてる、レーザーサイトさっきまで持ってたんだけどさ、なんか捨てちゃったみたい、持ってない、たまんないかな、すごい、なんかタプストレーフみたいなのしてた、この試合キモだなキモだな、打ってきてる、見えない、全然見えない、私がエピックスやってるのショールームじゃ画面見せれないんだよね、え、どこいるの敵、でこっちも絶対いる、足音聞こえるもん、ちょっと待って、やばい、いやー、この位置ダメだな、ちょっとちょうどさ1個の1個1人の敵見ようとしたら反対側の敵から見えちゃう、マギーボール来てる、位置バレちゃってる、どうしよう、お、ヘッショ入った、でもこれじゃキル取れないんだよな、あれ、なんか待って、やばい、後ろ後ろ狙われてるわ、よいしょ、ちょっとやばい、それ
どこいるの？めっちゃ見られてたわ。こっちか。見えないわ。全然無理だ。許可もらってショールームでエペック配信してる。いやね、ダメだったんだよね。ショールームじゃエペの配信できないから YouTube しかできなくって、できないって言われた。できないだからグループが違うとそこら辺のルールもちょっと違くって、だからまた別なんだよね。だからできない。コントローラーはプレステ4のジュンコン使ってます。どこいるか分かんない。どうしよう。はい、見えないの、ここからじゃ。弾があんまないんだよね。取りに行きたいけど行ったら撃たれそうで怖い。行けるか。よし。絶対チャージライフル115発もいらないけど取っちゃった絶対いらないけど取っちゃった。こんないる岩の後ろか、これ。うまいな、この人たち。そこいる。肉30入れてるな。え、めっちゃローじゃない？あ、オッケーオッケー。弾あんまない。ダメだ、チャーライの出番がない。このデスボ漁らせて。やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばい。やばい、当たらん当たらん。どうしようどうしよう。ちょっと待って、やあ、仲間起こせたけどこれ無理だ。負けた。2位。行くぞ。私何もやってないじゃん。チャラむずくない？持つのやめようかな、もう久しぶりに持ったけどちょっと向いてないわ。やめようかな。ボルトプラウラーだな、やっぱ。
さっき私めっちゃダメージ全然出てないよ。421ダメだよ。何も言ってないじゃんこんなん。ダメだ。え、もうチャラ持たない。苦手だもん。プラウラーが持ちたい。それが持ちたい。あと1時間で上がるかな。プラチナ1あと400500ないぐらい、400何ぐらいだった。ボルトプラウラーかボルトリピーター、リピーター、リピーター、リピーターか、人生リピーター持つか。なかったらプラウラーで。リピーター持つわ。ワンパ、うん？どれワンパ来て、来てないか、うん？ワンパ来てると思ったけど来てないかった。何時まで配信？ちょっと待って、ね、4時半、4時半になったらランキングいます。え、ライトアームの武器しかないんだけど、なんで？人生持ってるけど、オッケーオッケー。フラトラ、ミスコ持っとこ。48はいらないな。じゃない、リピーターがない。え、どこリピーター欲しいんだけど。カードリピーターがない。クラフトしよっかな。バッグ作りたい。あと25か、足りないな。後でどっかで集めよう。リピーター見つけた。これだな。でも リピーターだから200発もいらないと思う。このヘビーアモじゃないな、エネルギーアモが欲しい。打ち合ってる音聞こえる。そこか。
見えない。混ざります。ヘビアモじゃない、ヘビアモって言っちゃう、エネルギーアモ、エネルギーアモが欲しい。どこにもないんだけど。エネアモ、エネアモもうちょっと欲しい。リスがずっとロングで敵に削ってる。待って、リス。めっちゃ投げ物持ってたんだけど、びっくりした今。なんか4つ持ってる、いつの間にか。こんな持ってたっけ私。いつ拾ったの。あれ欲しいな、ヘビ角欲しいな。どこにいるの、全然見えない。こっからじゃ。見えないよ。でアンチも来てるんだよな。お、当たった。奇跡だな、これで当たったの。かん、適当に打ってた。一発しか当たんなかったけど。行くか、アンチ来てるし。ナイス脱出タワー行こう。めっちゃ撃ってるやん。やばいやばいやばい、めっちゃ撃ってきてる。やばい、私一発撃ったら死ぬ。やめて。私一発でめっちゃミリだった。危なーい。何あれ、リピーターかな、人生か分からんけど。危ない。これ、ギリアンチ入ってんのか、ここ。これ上がれんやん。これどうやって上がる？はあ、めっちゃ怖かったわさっき。やられるかと思った。ちょっと遠くない？敵。気のせいか。敵そこめっちゃいる。ちょっと遠い。当たらんよ。ちょっと遠いですね、ほら。ヘッド。え、すごい、今ね、ちょうど100ダメ。弱っ。当たんないよ。ダメだ。
みんなこれ3人ロングだな。チャーライ1リピーロングじゃないかこれ、リピーターだから。リピーター1ロング棒1センチネルかな、あれロング棒とセンチネル置かない。え、どこいるのこれ。そう言って言われても、だって喋んなかったらつまんないでしょ逆に私が喋んないと。え、待って、これ私ハボックじゃん持ってんの。これなんかボルトとか持ってんのかと思ってたわ。なんかハボックだったわえ、なんかさ武器がこれハボックちょっと嫌なんだよな。ハボック押してから撃つまでのさ、なんか時間があるのが嫌で。わかるかな、それが嫌なんだよ。よし、やったやったやった、はいはいはい。あ、これめんどくさいな。それフィニッシャーしていい？あ、え？ちょっとこれさ金ノックでめんどくさいわ。フィニッシャーする。私漁ってます。どこにいる敵。え、まあまあいい場所取れてない？これ後ろから来たら終わるけど。受精する？こっちか。全然当たんないや。ん？そこ戦ってない？あの人なんかボルトとか持ってなかったよね、うん、さっきの人ないね。こういう人かゆくないのかな。レース、お、すごい、レレレが全然当たらんレレレがすごい。こっちまで引こう。あー、木めんどくさいな。木で何にも見えないんだけど。これ後ろから来たらこれ終わる来ないと信じてるんだけど。リピーターさ、リロードの時のなんか一発一発弾込めるみたいなあれ好きなんだけど、わかる？一個一個なんかあ、全然見え。リピーターのリロード好き。こんなむずいっけリピーターって。弾が欲しいな。ないな。リピーターヘビーユーザーなのでわかりますえ、ね、なんかねいいよねこれリピーターのこういうなんか一回でさガシャンってなるんじゃなくってさ、こういう一個一個やる感じが。あ、めっちゃいいグレなのに誰も当たってない嘘めっちゃいい場所にグレ入ってんだけどな、誰も当たってない。いや、撃たれてるよ私。
ってリピート持ってたわ。いやー、核入れられた。いまだに謎のレレレレレレはね、ああこれ無理でしょやられちゃった。レレレはなんかこうなんか左右に移動してる、なんていうの、左右に移動して弾よけるやつ。レレレ、ダメだった。6位、あさっきよりかはダメ。さっき何ダメだったっけ、変わんないかな。さっき400台だったっけ。414ダメ、ダメだな。ずっと後ろロングでしたあと340。めっちゃいいグレ投げたんだよさっき。なのになんかね、敵がさ遮蔽物のなんか後ろいて、そこのところに投げたの。めっちゃいいと思ったんだけど誰にも当たってなかった場所完璧じゃんと思ったけど誰にも当たってめっちゃ良かったんだけどな。誰にも当たんなかった。場所は完璧だった。でも誰にも当たんなかった。場所はね完璧だった。何があったの？次のランクに上がるまであと340ポイント。場所は完璧だったんだよ、当たらなかったけど。あのなんテルミット投げてめっちゃいい場所に投げたのにびっくりした。誰にも当たんなくって、結構下げる。え、またリピート持とうかな。リピート楽しいわ。テレビの広がる方向、広がる方向も完璧だったのよ。なんかさ、パーテーションみたいな遮蔽物あるじゃん。ここどこだっけこれ。ここ。ワールズエッジのなんかパーテーションみたいな、そこにちゃんと縦じゃなくてちゃんと横にテルミット投げれてて完璧だったのに当たんなかった。ワンパ来てるねこれ。 2? え、2パ来てるかも。でここで2パちょっとまずくない？え、ちょ武器ない武器ない武器ない。え、終わった。ちょっとやばい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 、助けて。武器ない武器ない、私ええやばい。ちょっとここで回復していいかな。ちょっと仲間ごめん、仲間どうにかどうにか倒されないようにして。来てる、やばい。あ、やられた。最悪だ。核入れないで。やばい、めっちゃ敵来てる。無理。こんなん。誰かフィニッシャーされてるな。すごいいる。あー、この奥さん逃げていいんじゃない？これ逃げていいよ。
私いるからクラフトできるしばな。ありがとう。飛べるかなこれ。これ起こせる？ちょっとマジ無理無理無理。ちょっとこれさないよね。シールドないよね。レプリケーターで作ろうか。もう普通にこれ無理でしょ。こっち行こう。待って追いかけてきてるかも。やばい無理だこんな。紫山やん勝てるわけないだろうこんなのマイナス。次次じゃ次こそかぶりたくないよ書道あれやんないくせに、邪魔せやらないくせに始まったらアイス食べようさっきアイス買ってきたんだよね。チョコクランチのアイス2箱も買ってきた。ファミリーパック1個6本入りとか12個今冷凍庫にある何回も買いに行くのめんどくさいから2個買ってきた。帰り溶けなくてよかったアイス2箱。そのアイス最近ハマってるんだよね。チョコクランチのなんかねブラックモンブランみたいなやつ。ブラックモンブランじゃないけどみたいなアイス。女性アイスは憧れすべしってニュース記事出て。え、そうなの？何それ？初めて知った。あ、ゼロじゃなかったわ。ゼロじゃんとか思ってたらゼロじゃないわ。これ奥におるやん危ない。奥行こうとしてた。あ、リピーター。危ない危ない。突っ込んじゃうとこだった。ブラックモンブラン美味しいよね。わかる。なんかいい武器はないの？撃たれてる？それはまずい。ねえ私さ、これ P20 なんだけどいけると思う？ちょっとどうにか耐えて。なんかさ、RE が欲しいな。リピーターで。ちょっと待って、来てる。待って、これ来るぞ。ん？これ上にいるのか。ちょっと待って、やばい。ちょっと
ちょっと待って待って、やばい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 、じゃ勝てないよ。77ダメ。次だな。次だな。ちょっと私がダメだった。400ね、400、なんかこっからが長いんだよな。なんかさ、この600、700とかまでは結構割とすぐ行くんだよね、最初の。でもそっからがなんか長い。なんでだろう。マイナスだね。すっげー、マイナス35ですね。ダメだな。ジャンマス？ジャンマスあんま好きじゃない。苦手なんだよな、ジャンマス。ジャンマス苦手なんだよな。いや、変わりたくはないんだけど、ジャンマスは苦手。変わりたくないんだけど、ジャンマスは苦手なのよ。まだこれ、お、マッチした。まさかあれでミント立てられないのに、どこに寄るか自由、どこに寄るか自由だよ。自由だけど、3、4パかぶってきたらちょっと怖い。初動ちょっと、初動入ってあんま勝てないから。どこ降りるかな。即売りが多いんだよな。もう半分しか残ってないし。どこ売れるのこれ。もう私たちしか残ってない。ゼロ？ゼロ？そんなことある？いや来てるわ。びっくりした。クリマタイザーでゼロパーなことあると思ったけど、来てたわ。あ、撃たれてる？ちょっと待って。
のじゃんか。でこい。どこに乗ってき。やばい。どこいる？どこいるか分かんないわ。了解。肉汁に入れてるけど、うう。私もこれフィニッシュ美味しいよ。ちょっとあさるか。どっか敵二人しかいなかった。消えたね。ルイとプラウロ、ルイ、なんかないな。リピーターも。ない。プラウラーでもいいけど。ちょっと違うなこれ。取り手なんだよな。違う。ヤルイも強いけど。けど。私は違うのよ。リピーターを使いたいのよもう。どうしよう、何捨てようかな。もうちょっと捨てるの。じゃあ、本当にないんだけど、まあ、いっか、あって探せば。ちょっとアンチ来るから私は行きます。できちゃう。こっちのオスプラ置いてるな。オッケー。あ、飛んでる。すごい敵。ねえ、敵いる。来て仲間。なんか飛ばれちゃった。もういっか。え、来いってこと私に。いやもうそれ飛んだ方がいいよ。そっちで。遠いもん。早く。早く来て。敵大丈夫か。よし。仲間来た。でも多分ね、敵これ近いんだよな。
え、いるいる、そこいるよ。全然当たらん。いやー、やばいやばいやばい。ねえねえ、私がおったから。あ、待って待って、ちょっと待って。ミュートしたまんまだった。ごめんごめんごめん、ミュートしたまんま私止めてたのか。ラストだな、次が。ちょうどいいタイミングでダウンしたから大丈夫だった。次でラスト。なんかさ、さっき2位でさ、ママポイント持ったはずなのに、もう500でも最初300何スタートだったかな、違ったっけ、違うな、え、500もなかった、それ昨日か。300何スタート、あと235戻った。おかしいな。初動機能に見れば、確かにさっきも初動で、いやでもさっきの初動は充電ないって。ごめん、充電器挿してるんだけど充電がないって、止まっちゃった今。よし、ラストだから、これ時間的に勝つぞ。勝つぞ。ミラボヤ、え、絶対ミラボヤはかぶる。ダイヤにもいるパーティーがいるって。もうシャドウファイトだな。私の方にいっぱいいる。終わった。助けて。ちょっと待って、ダウンしちゃった仲間。ちょっと、起こせるこれ。私逃げようと思ってたんだけど、あー、核入れられたな。逃げるわ私。やばい、無理こんなん。ダイヤ2枚のパーティーに勝てないよ。クラフトするね、クラフト、クラフト。どこでクラフトできるかな。
できるけど、ここの中継めっちゃ銃声聞こえるんだよね。あ、戻れやん、ここ。いや、ここは無理すぎる。こっちかな。カウントダウンも絶対売るな、これ。うん。ここで。溶岩鉱で。クラフト。開いてるけど。サプライ開いてるけど。もう怖いよ。やばい気しかしないもん。スプラ焼いてますけど。いるいる。ちょっと待って。これダメだ。いるわ。どうしよっか。クラフトできないぞこれ。こっちも戦ってるんだよな。マジでどこで、もうクラウドできそうな場所どこもできる。どこでクラウドするこれ。そこ行ける？いないかここ。嘘。そんなことある。いないかも。カウントダウンいそうなのにな。味方のバナークラウトしないと。ありがとう、クラウトしてくれた。私こっちで起こすか。拾って、拾って、クラフトバナー私起こすからバナー拾って。味方作ったバナーを拾ってほしい。ありがとう。 OK、 そんもらおうかな。人生ないのかな。間違った。人生じゃない、なんだっけ、リピーター言ってたら出てきてくれたわ、嬉しい。私の人生何してんの。ふたくよ、アンチ来てるから行くよ。ボルトが欲しいな。先生かわいそう。でも私はリピーターが使いたいんだもん。仕方がない。仕方がない。当たった。ちょっとでも敵の方が出てくる。やばい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 。敵に当たったって思ったけど敵の方が出てくる。いやさ。敵に一発当たったと思ったらめちゃくちゃ敵に当てられた。ダメだった。
何倍にもして返された。どうだった？ボルトが欲しい。どこにもないな。できる？よいしょ。これあれがいるね、ローバがいるわ。なんかそっちいない？ここいる。ダウンさせた。ねえ、なんかさ、何、下来てる？もしかしてどこにいるの？敵滅？私ボルトが欲しいんだよな。ボルトが欲しいのにどこにも落ちてない。プラス25、いいね。ボルト手に入れた。ロバのウルトで敵の。私こんなボルトのスキン持ってたっけ？なんか白い一側、これ多分敵のやつだ。ボルトのスキン私白じゃないもん。なんか紫みたいなやつだ。了解。ダメだ、当たらん。これ飛んでくるかも。ナイスナイス。あー、グレ当たった。やった。え、どこ行った？ちょっと待って、どこ？2人で来たわ。 1v2374 ダメ、弱いな。雨溶ける、めちゃ雨溶ける音聞こえた？9位。めっか、ちょっとでもプラスだから25。
よし、終わりだな。あと410、そこでクラッチ、え、無理だった、挟まれてたし兵なくって、一人どっか消えたと思ったら、なんか 1v1 かと思ったから思ってたけど、なんかいたわ普通に無理だった、 1v2。 よし、終わり。今日はちょっと今度これする、なんだっけ、カジュアルのやつ、キルコードの報酬もらうやつ、なんだろう、今日はやらない。始める前より前、始める前よりプラスじゃないかな、プラスのはず、プラス多分、ちょっとプラス。キルコードネッシー見つけてないまだやってない、キルコード1回しかやってない、結局これは。アイス食べよ、買ってきたやつ買ってきたアイス食べる。チョコクランチのアイス、最近ハマってるのよ、なんかそのチョコクランチのやつ、クランキーじゃない、なんか名前よくわかんないアイスなんか周りにチョコクランチついてるやつ、バニラアイスでブラックオムランみたいなやつ、ちょっと違うけど、なんてやつかわかんない名前そのアイス名前は気に、うん、名前知らない名前知らん、なんかね、あれ食べたかったんだけどさ、ヨーロピアンシュガーコーンなかった、値札はあったの、こんなんやんって書いてるやつあったんだけど、なかった、売り切れちゃったのかな、買えなかった。30分、ありがとう。じゃあランキングもかな、13位からランキングます。13位あきひこさん、ありがとうございます。12位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。11位まぼろいさん、ありがとうございます。10位にゃーこさん、ありがとうございます。9位トヨフェス113、ありがとう。11、どっちで読むのが正解、トヨフェス11さん合ってるかな、ありがとうございますいつも迷うんだよね、これどっちが正解なの、11、11、どっちでもいいのかな。いや、8位あ、11、そのどっちのパターン8位まるさん、ありがとうございます。7位おまめさん、ありがとうございます。6位りくやさん、ありがとうございます。5位ゆじゃとマーク、前髪分けても可愛いよさん、ありがとうございます。4位ずうしみけんすうけさん、ありがとうございます。3位こうときさん、ありがとうございます。2位みずきあとまく、土曜日のお話し会のためになんとか生きてるさん、ありがとうございます。そして1位が大野貴文アットマーク、ちょっくら大丸行ってくるさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとう。明日からだよね、え、大丸、え、27からだよ、でももう早いな、楽しみ、皆さんぜひ行ってください、カヌレをゲットしてください、カヌレ食べてほしい、本当に美味しいのぜひ。素
ステッカーもゲットしてください。生写真もぜひお願いします。生写真は私も買いたい。可愛いあの生写真。生写真カヌレも買いたいし、生写真も買いたい。自分の買えるかな、いけるかな。それ限定だから今から。早いって早いって、明日から。生写真8月2日、あ、8月2日からか。生写真あの販売開始日把握してなかった。でも欲しい生写真も買いに行こう。カヌレと生写真コラボのやつ、イラストレーターさんと。絶対マスター行きましょう。絶対マスター行きたいけど、いや今さダイヤだったらマスター行こうって、いやもう絶対マスター行こうって言えるけど、いやプラチナだからな、行けるかな。もうやればいけるか、私がいっぱいすればできるかな、いっぱい、それ次第。いい、あ、いやそうそう、時間だから終わろうかな。明日の配信は明日もちょっと夜できないから、今日と同じぐらいか今日よりちょっと早いぐらい、でもお昼ぐらいかな多分。ちょっと早いって言っても12時とか、今日2時半ぐらいから始めたよね。12時とか13時とかそこら辺かな、12時とか13時かな多分。じゃあそろそろ終わろうかな、ちょっとアイス食べる。今からさっき買ってきたアイスを食べます。じゃあまた明日の配信で、ありがとうございました。またね、バイバーイ、ありがとう、また明日。